掛け軸天さんありがとう。どうも。これはもしかして、もしかしなくても掛け軸タワーいただきました。そう、そこら辺があんまり分かってなくて申し訳ない。あ、そうなんだ、やっぱり。ありがとう、ありがとうわ。タワーが立ったわ。一馬さんタオルありがとう。長さん神ありがとうございます。肉さんハートありがとう。和也さん神ありがとうございます。ありがたわ。書きます。どこ行ったっけ。あった、届かない。ペンが、あれ、なんか2個ある、なんでだろう。書きます、ありがたわ。ちょっと待って、ほい、書きます。まさとさん、こうじさん、神ありがとうございます。今日あのね、あれなんですよ、推し活キャンペーン今参加してる。そう、最終日なんです。そうなの、そうなの。話したいことはいろいろあるんですけど、でかけ軸元隊長さんありがとう。神ありがとう。かけ、いや間違ってないと思う。ありがたわ。よし、掛け軸ありがとう、ごめんね。そう、察してくれた。そうなんですよ、ちょっとね、不安になってしまって。待って、合ってる、合ってます。そう、あのね、人間は学ぶ生き物なのでね、訓練されてる。そうね、あの特殊な訓練をね受けた、あのファンの皆さんが、あのビームズのみんながね、特殊な訓練を受けてますから。ゴーエさん神ありがとう。訓練1234566、これを書いときます。掛け軸、あちょっと待ってね、墓誕生会のことも話したいんですけど、ちょっと待って。そう、墓誕生会でした。とりあえずありがとうございました、イエイ。イエイ。体は疲れてるけど寝れない？なんかそういう時って本当にあれらしいですよ、羊数えるのとか聞くらしいよ。そう、そうらしいよ。なんか集中できるから、それにそれで眠くなってなんちゃらみたいになるらしい。本当らしいよ、ネット情報です。だから嘘かも。なんかそう、集中力がそっちに向くから、なんか変な、なんだろう、考え事とかが、いや嘘ではない、そう嘘ではないんじゃないかな、どうだろう。そう、羊数えるといいらしいよ。羊じゃなくてもなんか数字とかだけでいいらしいです。そうだから、なんだろう、あの1234567 8とか100まで数えるとかでもいいらしいよ。いつもありがとう。かけた、普通の掛け軸になっちゃった。サイノスさん星ありがとう。コタロウさんありがとうございます。神ちょっと近くてもいいか。ビタミン取ってるらしいよ、プリオもそう言ってる。ビタミン取ってる、ありがとう。
ありがとうございます。掛け軸とは、あ、反射してる。あー、グローさん、ありがとう神。ありがとうございます。プリオが答えてくれましたね。ありがとう。ビタミンはみんな取りましょう。ビーバップさん、輝き、ありがとう。ありがとうございます。こんな感じですね。短冊みたいになっちゃった、まあ、掛け軸の親戚みたいなもんじゃないですか、短冊は。うん。ありがとう。ありがタワーです。ありがタワー、うん。心のビタミン要求。そうですね。カベチョロさん、神、ありがとうございます。サティさん、ありがとう、ペンライト。ミヤビタミン補給しました。守りたいこの笑顔、ありがとう。グリーダさん。あ、おもりみたいなの下についてるの、掛け軸。あら、本当に、じゃああれになっちゃった、短冊。まあ短冊もね、心を込めて書いたんで。じゅんちゃん、ありがとう、タオル。そうで、そうなんですよ。さっきはズームで出汁いじっちゃってごめんね。全然いいよ。タカさん、ありがとう、テーテー。ケンゴロウさんも掛け軸、ありがとう。2つも、あー、3つ目もありがとう。墓誕生会、ありがとうございました。もう3回目ぐらいだね、これ言うの。まあ大事なものだ、大事なことなので3回言いました。ありがとうございました、4回目。ケンゴロウさん、ありがとう。もし楽しかった。よかった、楽しんでくれたなら何よりです。よく頑張ったね。ケーキありがとね。サティさん、ありがとう、タオル。どうも。推し活ってなんかポイント高いといいことあるの。20万ポイントいくと、私がショールームのくまちゃんのブランケットをもらいますっていう感じです。そう。缶バッジのやつもめっちゃ可愛かった、ありがとう、嬉しい。T シャツ忘れなかったのに出汁忘れちゃったね。卵焼きの作り方教えてください。卵焼きはね、心で作るもんよ。だから心でね、レシピを編み出してください。生み出して、そう、生み出して、己のね、心でね、レシピは生み出すものよ。そう。じゅんちゃん、神、ありがとう。ふもふさん。かわいい、なんか名前。ありがとう、神。心で作るはなかなかの名言。いやね、心で作るもんよ、料理は。そう、愛情がね、スパイスとなってって。そう、愛情はスパイスですからね、もう入ってますから。サイノスさん、ありがとう、輝き。告白タイムめちゃ良かった、本当。美味しいクワーサーは名言でした。あれね、そう、卵焼きを作ったんですよ。だし巻き卵を作った、だし巻き卵焼きを作ったんですけど、そう、だし、ね、忘れたとかじゃなくて、普通に私が思ってるレシピでやったんで、あれなんですよ。そう、だしとか分かんなかったというか、そう、だからあれで合ってるんですよ、私の中ではね。そう、カルタ良かった。ちょっとごめんなさい、本当にあれね、そう、話したいこと本当いっぱいあるんですけど、そう、博誕生会のグッズ、髪の長い私の時のなのでレアです。ぜひよろしくお願いします。あと漏れてると思う、ちょっと。最初からだし巻きじゃなかったんだね。いや、だし巻きのつもりだった。なんか調味料を入れればだし巻きになると思った。
そうカルタフごめんね本当にあのすごいねものだったよねそうあのねそういやでもこれはあの HKT に関するものっていうのをまあちょっとサーチ不足だったのは私のせいなんですけど、でもマネージャーさんがねそうこれでいいですかって聞いた時あのほう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 結局にしたんですけど、カルタそうあれで OK って言ってくれたんですね。そうだから OK なのよ。そう OK が出てなかったわけじゃないんですよ。あれこれこんな感じで大丈夫ですかって聞いたんですよね。そうあ違います、あのヨッピさんじゃない、雪見大福さんありがとう神ね、じゅんさんありがとう神ありがとうございますマネージャーさんが悪いって言わないのそれは違う、マネージャーさんは悪くない、多分ね疲れてたんだと思います。マネージャーさんも、まあ、用意とかね、昼もだって博多城会やったし、多分それにもマネージャーさん付き添ってらっしゃったのでね、まあ人間疲れるとちょっとね頭の回転がちょっとね悪くなっちゃう時もあるかもしれないしちょっと面白いと思ったんじゃうーん、アスタルタタロートさんごめんありがとう神、ああまたありがとう、グイスって突っ込まないと、いや多分マネージャーさんは絵も見せたんですよ。そうあの紙自体全部見せたんですけど、そうあのね多分ウグイスだと思ったんじゃないのかな。そう私はあのウグイスっていうのを忘れてたんで、法華経って書いたのにそうなんですよ今日考えたの。いやあのね、あもうちょっと待ってね、141日です、ありがとうございます。もう15分経ったの早いね。一山さん神ありがとう、141、上から読んでも下から読んでもそうですね。あれ見てウグイスって思うやつおらんやろ、なんてコメントをするんですか追い出しますよ。一山さんありがとう神そう何時まで、あ45分までです。45分になったら壇上を読み始めます。おめありがとうって言ってます。プリオもそう、あれはウグイス、まあちょっとフクロウみたいにね書いちゃったんですけど、心の目で見たらあれはウグイスですよ。そうだからいいのよ結果オーライ。そうらしいよ、プリオもそう言ってる。ホワイトボードをプリオに落とされましたね眉毛がね、あれはね眉毛じゃないですよ、あのピッて出てたやつでしょ、あれはねそうあれはあのほうほうほうの部分がフクロウそうそうよ、でも本当にそうなのね、ちゃんと五七五になってて笑ったんでそれはね守ったんですよそうなんか最悪五七五じゃなくてもいいよみたいな、思い浮かばなかったらって言われたんですけど、それはね守りましたね。そうあの五七五は任せときなさいって思って、そうプリオが今膝の上いますね。タルポーさんありがとう神ですね、あったかいね。そう最近寒いからね、そうなんかいいですね、ぬくもりを感じます。
ぐるぐる言ってる。伊豆千代さん神ありがとう。そう、まあだから結果的にねカルタは OK なんです。天さんありがとう輝き。私もぬくもりが欲しい。今あげてるよ。話してね、ショールームでも話してぬくもりを感じよう。あ、今、あ、でも6万ポイントぐらい、あと、おお、すごい減った。14913ぐらい、14900、9184かです。もうちょっとやった。白熊さん輝きありがとう。あ、14万、あ、ごめん、もうなんか私も頭の回転が今良くないですね。しゅうさんありがとう。くす玉こうたろうさん神ありがとうございます。あと5万くらい、やった。まあ厳しいかもしれないかもしれないけど、かもかもだけど頑張ります。あ、ケーキ特典のフォトスター楽しみにしてます。楽しみにしておきなさい。楽しみにしてらっしゃい。そう、今日ね、なかなかにプリオも頑張ろう。本当ですよ、プリオね、何その顔、プリオなんかすごい目そらしました。あ、姉子もごっちゃんさんも神ありがとう。姫のっちさんも掛け軸ありがとうございます。楽しみにしておくわ。今日はねすごいあの前髪のコンディションが良くてですね、今ちょっとね崩れちゃったんですけど、プリオカメラ見ないね。そう、カメラ嫌いなんですよプリオ。そう、携帯のカメラとかも好きじゃない。そう、前髪伸びた、え、そう思った、そう急に伸びましたよね。なんか昨日ぐらいまではなんかどんなにセットしてもというか、朝普通にまあ起きるじゃないですか、まあ寝癖とかもあるかもしれないけど、朝起きた時ってなんか日に日に短くなってたんですよ昨日までは。そう、髪綺麗だった、嬉しい。そう、あのね髪サラサラになるようにね、なんかスプレーとか頑張ったの。そう、元隊長さんありがとう、掛け軸。孝太郎さん輝きありがとうございます。シャンプー効果ね、本当になんか髪の毛のコンディションも良くて、そう化粧のりも良くてですね、そう例のシャンプー、そうですよ本当。今ちょっとね洗面所というか洗面所じゃないね、なんだっけ、お風呂場かにあるんでちょっと持ってこれないんですけど、そうですね、髪が髪ってた、すごい何気なく読んだけどそういうことね。まあ嬉しいから今日は85点あげますよ。伊豆千代さんありがとう、掛け軸。効果ありということか、いや効果ありじゃないですか、だってあれなんか髪の毛早く伸ばす効果もあるけど、張りと腰を与えるみたいなので、あとその何ですか、私結構なんだろうな、宿毛矯正、ストレートパーマじゃないけどそういう感じのをかけてるから、そう結構髪の毛がぺちゃんこになりやすいんですね。そうでもふんわり感も出してくれるみたいなのを書いてあったので、シャンプーに、そう効果ありなのでは。1日でですよ、でもすごいね。あとでも普通にヘアセットした時のスプレーの効果もあると思う。伊豆千代さん、あ、ありがとう。タワーですよね、ありがタワー。今日は見える、これか、昨日いただいてたの違う、昨日じゃないや、一昨日ぐらいか。
ありがたわ。少しでも力になれば嬉しい。泣きそうになっちゃう。ありがとう。ちょっとあのプリオに落とされてしまったので、ホワイトボードを。ごめんプリオ、ちょっと降りて。ごめんね、ごめんね。ほい、よし。あ、ホワイトボードのペン閉めてなかった。危な。まあ今の時間はまだ大丈夫でしょ。泣いてもええやで。優しいもん、みんな。もう博多誕生会を見てくれてね。どちおさんね、こ、待って、どんな感じなの。あ、リボンね、リボンが上についてるのね。なるほど。なんかあれか、リースみたいなのってこういうことね。確かにリースっぽい。確かに。サティさんありがとう、ダウル。ありがとうございます。何タワーになるのこれは。雪見大福さんありがとう。輝きどうもです。つけ麺さんもありがとう。神。あ、輝きありがとう。何リースタワーだとそれはクリスマスになっちゃうか。推しタワーにしときます、名前。推しタワー、ありがタワー、あり。1,2,3,4,5,6,10本アニメってね。はい。何？人知を超えた尊さタワー。へえ。あ、つけ麺さんもありがとう。大好き。ありがとうだクマ。ありがたわだクマです。ちょっと待ってください。あ、尊いフラスタ。ほー。ほうほう、ありがとうみんな。本当にちょっとうるうる、本当に来ちゃいますよ。すごい優しすぎる。私ね、リボン書くのはね、めちゃくちゃ、あ、リボン書くのはっていう言い方ちょっと今語弊がありましたね。さ、あのリボン書くのもね、めちゃくちゃうまいんですよ。そう、小学生の時にすごい、まあ、ね、書いてて、リボンを、絵を描くのが好きだったから。あ、元隊長さんもありがとう。掛け軸タワー、ありがたわありがとう。ちょっと待ってくださいね、今書いてるからね、お待ち。そうで、そのなんだろう、絵描くの好きだったから、今もまあ好きなんですけどね。そうだから、リボンとかはめちゃくちゃ研究したんで、そう、なんか買ったこととかあるんですよ、イラスト本みたいなの。あ、なんかケサランパサラみたいになっちゃった。あ、可愛いんで。そう、イラスト本のなんかリボンのうまい描き方みたいなの。そう、はい、伊豆千代さんありがとうございます。ダンさんもありがとう。タコちゃん、カズさんも神ありがとう。自分も泣きそう。泣かないで。すごい、あのなんかたまごっちに出てきそうな感じになったね。リボンうまくない？ありがとうね、こっち泣くさ。あー、ゴリラさんもありがとうございます。ありがたわです。確かにリボンはうまい。何ですかその言い方は。リボンはって何ですか。それはちょっとね、語弊のある言い方じゃないですか。プーちゃんさんありがとう。輝き、すいませんね、さっさと書きますね、ごめんね。こじこじみたい。
こじこじ好きなんですよね。そう、こじこじのね、なんだ、化粧するときに留める前髪ピン買おうとしたんですけど、そう、そう、さくらももこさん、なんかこじこじのセリフも私好きで、そう、こじこじみたいな生き方をしたいって思ったなんか深いこと言った深そうで浅いことを今言った気がする。そう、ちょっと待ってくださいね。あのつけ麺さんの、ごめんなさい、あの麺コメントで、あのすみません、麺って打ってもらってもよろしいでしょうか。ごめんね、ありがとう雪見大福さん、輝きありがとうございます。さあ、あのちょっとね、ちょっと、あ、オッケー、イグネコさんも神ありがとう、大丈夫、もう麺大丈夫なんで、いやーさんありがとう、タオルつけ麺さん、いいね、つけ麺いいね、食べたいね。そう、私ね、麺類はそんな食べないって言ったじゃないですか。そう、でもあのね、つけ麺は結構好きなんですよ。まあ別にパスタとかも嫌いじゃないけど、そう、どれ食べるって言われたら、つけ麺派ですかね。そう、ラーメンかつけ麺ラーメンつけ麺みたいなね、ありましたね、そんなネタが。まあ今もあるけどねそう、そうなんですよね、つけ麺は好きですね。つけ麺好きって書いとこう。あ、なるほど、麺類の麺って、これ違うのか、よかった、確認しといて、麦みたいになってるのね。みやびより、はい急にかのえラーメンつけ麺、僕イケメンってね、すごい流行ったよねそう、え、でもあの狩野英孝さんのね、なんだ、ゲーム実況とか見ますよ私。そう、あの通知オンにしてるもんすごい、急にファンじゃんってなるけどそう、なんか狩野英孝さんのそのあのねそう、ゲーム実況でなんかバイオハザードをやってらっしゃったんですよ。そうで、なんかまあ面白いなって思って見てたら、なんか大切な、なんかなんだろう、もう物語のキーとなる部分の映像をスキップしちゃって、手間違えて。それがね結構ツボですねそう、メープルさんかな、神ありがとう、サティさん、ギルさんありがとう、神自分でもね、わざとしたわけじゃないらしくて、そう、すごい焦ってましたね。そうめちゃくちゃ面白かったあれは本当に。そう、なんか私家ですごい、なんだろう、もう一人の時に大爆笑するとかはあんまりないんですけど、そう、その時は本当に結構大きな声で笑いましたね。ということで、おめでとうございます。あ、違う、間違えた、ありがとうございます、ラブリー、つけ麺さんありがとう、ありがたわかわいいでしょ、リボンがね、うまいねありがとうございます、ありがとう。ありがとう。
タワーがパワーに聞こえてしまう。ありがとう。ありがとうございます。次は元隊長さんですよね。かわいいでしょう。そうそうなんですよね。で、何の話してたんだっけ。そう、まあ面白かったって話。さかちゃん、カモナイスさん、神、ありがとうございます。サティさんもありがとう。また立ったわ、ありがたわ。すごいフリーズしたと思ったでしょ今。ん、びっくりした。あのあれですね、シールのシール開封のあの袋のなんか切れ端みたいなのが落ちてたんですけど、床に。それすごい無事かと思っちゃった。そう、でも今日ね、事務所の廊下でね、なんかどでかい虫がちょっとあの五輪中してるのを見ちゃって、すごいビビりましたね。そう、本当にリアルガチでね。そう、さっさと書きますね。そう、あのなんか息を吹き返すんじゃないかと思って、そう、もうセミファイナルみたいなもんよね。そうだから、そうセミファイナル、どんなやつだった、なんかハエを大きくしたみたいな。でもあの G とかよりは大きくないですね。そう、よく観察した。そうコンタクトも新調したから、あの目がすごいいいんですよ今。あ、下で制服の目ですね、ちなみにね。そうそうなんですよ、目がいいからよく見えた、詳細まで。でも目が良くなったおかげで、そうですね、そう、何言おうとしたんだろう。そうなんですよ。そうそう、セミファイナルを、あ、達成した、本当、お、ジバチ、何それ。カズさん、神、ありがとう。待ってね、ちょっと今お礼は書いてるんですけど、市山さん、ありがとうございます。神、たかちゃん、かもなしさんも神、ありがとう。しゅうさん、星、ありがとうございます。ありがとう。更新待ち、あ、なるほど、じゃあ更新を待とうと思います。コンタクト新調してみたのが虫。いやでもね、そう、まいさんの生誕祭で、そう、劇場、新劇場で、みんながいるところを初めて見たから、それが初めての景色でした。あ、達成できました。ちょっとペン一回置きましょう。ありがとう、え、本当に嬉しい、ありがとう。あ、ごめん、なんか私が手振ってたらなんか連動して揺れちゃった iPad が。ちょっと控えめに。ありがとうございます、本当にありがとう。なんかごめんね、語彙力がなくてありがとうしか言えないんですけど、本当に嬉しいです。くまちゃんのあのあれが届いたらテロップ変えましょうか。待ってね、編集、推し活キャンペーン、ちょっと揺れるね。で、オッケー。あれ、男なのに泣きそう。泣くな。おめでとう、ありがとう。え、HKT では唯一、本当？すごい、ありがとうね。すごい、もうなんだろう、すごい私長時間配信とか、なんだろうな、めちゃくちゃしてたわけじゃなかったかもしれないのに、え、ありがとう。
すごい、ちょっとうるうるきちゃう。2つもね、そう10万ポイントの達成もできて、そうありがとうございます、本当に本当にありがとう。嬉しい、またっちさんハートありがとう。お礼を、え、一人のみ、すごい、そんな、そう。ブランケット見せながらどうやってるみやびちゃんの顔が浮かぶ。もうね。そう、リハ期間とかで私は容量がいい方ではなかったから、そう1回とかなんだったんですけど、配信が1日に。嬉しい、ありがとう。書きます、お礼を。ありがとう。ほい、マタッチさん、奥爺さん、ありがとう、バラとハート。ありがとうございます。元隊長さん、掛け軸タワーありがとうございます。マタッチさん、星ありがとう。ビームズ最高、ほんとそう。48グループでも達成者9人のみ、ありがとう。もうそんな貴重なね、片手、あ、片手で数えられないか9は。ね。ありがとうございます。奥爺さんありがとう、輝き。そう、手がね足りなかったですね、あの指がねちょっと足りないっていう。ありがとうございます、スクショ完了ありがとう。どんどん書いていきます、するということでね。あ、プリオがすごい伸びてる。そう、猫ってなんであんまり伸びるんだろうねっていうね、哲学みたいなのを話しつつっていう感じで。猫だもの。あ、折り返せばね、まあ確かに折り返せば書ける、書けるじゃないや、そう、できるけどね。サピーさん、すごい、掛け軸って字を書くのが上手くなりましたね。ありがたわ、ありがとう、1,2,3,4,5,6、ありがとう、みやびより。マタッチさんありがとう、おくじいさんもありがとうございます。ゴリーナさんとサティさん、あ、ちょっとサティさんの先に書いちゃった、ごめん。ごめんね、書くから待ってて。マタッチさんありがとう、バラ。すごい伸びてる、ほんとなんかね、すごいですよ。イエーイ、気づかないと思った、ふーよ、嬉しいよ、ありがとうだよ、ありがとうございます、ミラーボール。私の全勝ですね、本当に全勝もいいところって、はははははって感じですね。白熊さんありがとう、ハート。伊豆千代さんいいね、ありがとう。ありがとうございます、する。そう、今日なんか誕生日メンバーが墓誕生会でまあお着替えの時に席を立つじゃないですか。その時にね、私、園さんがね、行ってきますするって言ったの、聞き逃しませんでしたからね。あ、園さんでもそういうこと言うんだって思って。そう、一人で壺に入っちゃってね、舌をね噛んでました、その時。そう、なんかみんな気づいてないところで笑い出すとちょっと怖いと思ったので、そう、舌をね強く噛んで我慢してた。ちょっとニヤってしちゃったんですけど。マタッチさんありがとう。
音符、あ、ワイも聞き逃さなかった仲間ですね。そう本当にもうね、瞬時に耳に入りましたよ。耳いいからね私。まあ外旋には良くなるんですけど。よし、はい、サティさんありがとう。ついつい行っちゃう仲間、そんなそんなに舌を噛むの、そうなんか一人で笑ってたら怖いでしょ急に。アタッチさん輝きありがとうございます。サティさんありがとう。掛け軸タワーありがとうございます。ツイッターに博多誕生会の画像上がってたけど、ビームの格好なんか寒そうでした。大丈夫ですよ、風邪とかひいてないから。たかちゃん、かまないさんもありがとう。神いつもありがとう。ありがとうございます。笑ってもええんやで。そう、あの全然ね、あの寒くなかったから防寒対策はね、あのたちゃんと今噛んだけどねしてますからね。そう、今の時期ねやっぱり油断して、なんだろう、すごくもう本当に寒くて寒くて仕方がないっていうわけではないじゃないですか、今の時期って。コート着るとか、まあ着る方もいるとは思うけど、そう、だからそういう時期に風邪をひかないようには気をつけてる。というか私でもなんか健康になってね、とてもそう、なんか免疫力が上がった気がしたんですよね。あ、全然時間伸ばします。そう、お礼ばっかり書いて、なんだろう、言い方があれだった今、ごめんなさい。そう、50分までにします。50分になったら壇上を読んで1位の人にお礼書きます。よろしく。そう、ちょっと下ばっか向いちゃってるので、お話もねしましょうよっていうことで、1,2,3,4,5,610本アニメ。マタッチさん、あ、ありがとう。アイスごち。そう、まあ寒くなってきたからね。タグさんありがとう。神、ストーブつけてる。私もね、こたつつけましたよ。そう、でもね、いけませんね、こたつって。もう抜け出せないもん、もう本当に。そう、全然出られないこたつから。そう、ワンタッチさんありがとう。タコちゃんごち。あ、だるまちゃんもありがとう。ありがとうございます。ほい、はい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 、みやびよりかけた。こたつは人をダメにする。それはそう、ほんとそう。ありがとうございます。待ってね、ちょっと光が。ありがとう。ありがとう。ともちゃんありがとう。輝き、わたっちさんもありがとうございます。と、小判。え、うまいでしょ、でしょ。ごめん、博多誕生会行けなかった。うん、謝んないで。とんがりコーンちゃうわ。タワーですよ。ありがとうございます。ありがとう。アタッチさんありがとう。だるま
ちゃんありがとうございました。ありがとう。はい、よかったよかった。本当に改めてありがとうございます。協力推し活キャンペーンありがとう、ありがとうございます嬉しいです。なんか博多誕生会もなんかね、ケーキとかもね投げてくれたりとか、見てくれたり、そもそも見てくれたのが嬉しいし、そうこうやってなんか短い時間だったかもしれないけど、こうやって協力毎日してくれて、おしゃべりもね付き合ってくれてすごい嬉しいですありがとう。届いた時にはね、ちょっと届くのはいつになるかちょっと分かんないんですけど、見せびらかしますねくまちゃんのブランケットまたっちさんありがとう、星どうもすごいみんなの愛情をとても感じたし、そうなんだろう、久しぶりにこういう、まあ、すごいイベントってわけではないかもしれないけど、こういうなんだろうな、キャンペーンに参加したのって本当に、私ラビリンスとかも出たやつがあるから参加してないけど、そういうなんだろうな、まあ本当にイベント的なものに参加したのが久しぶりだったので、そうそうなんだろう、まあ本当に嬉しいって感じですありがとう見せびらかしてどやってください、ブランケットマウント待ってますそうブランケット配信はするので、マウントもね、取りに取っていきたいと思いますね。こういうねいいところでね噛んでしまうんです、ごめんなさい本当そうマウントはね、まあもう取りに取っていくので噛まなかった、素晴らしいりょうさんありがとう、星感動しました。最終日ね、そう短い期間だったし、でもありがとう今日たくさん喋ったのにたくさん喋ったからこそみたいなのはあるかもね50分読みます。壇上を13位の方から読みますね。13位はダンさんです。12位は雪見大福さんです。11位は姫のっちさんです。10位はともちゃんです。9位はしゅうさん、あ変わりました。13位は雪見大福さんです。12位はダンさんです。11位は姫のっちさんです。10位はともちゃんです。9位はしゅうさんです。8位はいちうまさんです。7位はけんごろうさんです。6位はつけめんさんです。5位はゴリーナさんです。4位はてんさんです。3位はゆずちよさんです。2位は元隊長さんです。そして本日の1位はバン、サティさんでした。おめでとうございます。あしかも私のあれだ、アバターに着替えてくれてる、ありがとうおめでたい焼きということで書きます。プリをそんな格好しちゃって、すごいね伸びてね、なんか仰向けになって足をねすごい開いてますね、プリを。そうすごいもう油断してますね、防音マットの上ですごいもうわーってなってる雅が1位だよありがとうお電話書きます、ちょっと急ぎやしんでサティさん1位、おめでとうですし、油断した？
嘘、あやったねマロンさん神ありがとうわあ、そういうことするんだおめでとうございますって祝われてミヤミームの負け、違いますよ、違うよ。今はあのわざとね、そうあのまあ勝たせてあげようかなって思って、そうなんですよ。なんかずっとね負けのままだとまあかわいそうじゃないですか。そうそうなんですよ、ちょっとわざとね、まあ私の心もちょっと痛んだけどそう私の全勝ですから、あの今もそうわざとね、本当にちょっともう苦渋の決断ってもう早書いてもろて書いてます。好きな動物を言ってください。目に入ったやつにします。できれば絵文字があるやつ負け惜しみしちゃうわそう、できれば絵文字がある動物をよろ、フグいいよ、フグフグフグ、まあでも私ねあれなんですよ、フグはねすごい小さい頃から好きでね、こんな感じ、わすごいあのフグの嵐みたいになってますね、コメント欄がフグちゃんん、トゲがあるの、あすごい反抗期みたいになってしまった。ちなみに私ねフグ食べたことないですね。そう食べてみたい一回、なんかすごいお皿にバーって並んでるやつをお箸でガーってやってみたいはい、おめでとうございます。反抗期ですねこれは、完全にフグっぽい、フグだわ、フグだわ、ぽいじゃないのよ、フグなのよ。もうちょっと近くか、おめでとう1位ハリセンボンちゃうわ、そう反抗期ですねこれは。そうひゃっはーどうしたの嬉しいまあフグはお寿司でしょうっていうことでね、単品で書かせていただきました。この後美味しくいただきますっていうことです。うん、博士くんさん神ありがとうおめでとうございます。この後私が美味しくいただいておきます。毒にはね気をつけますそうストーリーがあるんですよ今日のは。そう美味しくいただきますありがとう、ありがとうございましたありがとう、こちらこそヒャッハー、ほんとそんな気分です私も、 もう嬉しすぎてヒャッハーです。もうありがとうございました、本当に改めて第1位おめでとうございます。壇上に上がってるみんなもおめでとうございます。見てくれた方もありがとうございました。本当に協力、もう繰り返しでくどくどなっちゃうかもしれないけどありがとうございますブランケット届いたら見せるのでお待ちください。ありがとう、伊豆中さんこちらこそありがとう。博多誕生会もありがとうございました。明日は制服の目よろしくお願いしますありがとう、それじゃあおやすみなさい、バイバーイ。